マイケル・ジョン・イエディナクは、オーストラリア・シドニー出身の元サッカー選手。元オーストラリア代表。ポジションはミッドフィールダー。クロアチア系。オーストラリアのシドニー・ユナイテッド 58FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2001年にトップチームに昇格した。2004年に、クロアチアの NK バルテクス・バラジュディンへレンタル移籍した。 2006年にセントラルコーストマリナーズ FC に移籍した。2009年1月にトルコのゲンチレルビルリ SK に移籍した。カイセリスポル戦でデビューを果たし、フェネルバフチェ SK 戦で初ゴールを記録した。2018から19シーズンでアストンビラを退団し、その後無所属が続いたが、2020年7月現役引退を表明した。 オーストラリア代表として 2010FIFA ワールドカップメンバーに選ばれ、グループリーグ初戦のドイツ戦に途中出場。AFC アジアカップ2011にも出場すると、グループリーグ第2戦の韓国戦で代表初得点を挙げた。2018FIFA ワールドカップ大陸間プレイオフのホンジュラス戦では、キャプテンとしてプレーし、ホームでのセカンドレグで、フリーキックと PK2 発で、 ハットトリックを達成。オーストラリアの本戦出場権獲得に貢献した。2018FIFA ワールドカップのメンバーに選出され、フランス戦とデンマーク戦で PK でゴールを挙げた。2018年10月、代表引退を表明した。ありがとうございます。